だと思いますかアンケートお願いします。じゃあ会場にいる皆さんにも聞いてみたいと思います。成功すると、成功すると思う方は大きな拍手をお願いいたします。あ、いいですね。あえて聞かせてください。いや、シュザーさん失敗しちゃうんじゃねえのかなと思う方拍手をお願いします。あ、ということでシュザーさん、会場的にはいけるのではないのかという期待が高まっております。さあ、ニコ生はアンケート OK なんですかね。さあ参りましょう。集計はどうなりましたか。どうぞ。出るかな。あ、ギリギリですね。成功 58.6%、 失敗 41.4%。 会場の人の方が優しいですね。ただやっぱね、難しいんじゃないのかっていうのが伝わってますね。失敗に 41.4。 難しいボスですから、ジョローグも。はい、さあどうなるのでしょうか。渋沢さん、準備はよろしいですか。はい、 OK です。さあそれでは参りましょう。渋沢光によるワンプレイニューコンのスタートです。さあ拍手お願いします。本気ですね。カメラ設定から入りましたから。おーっと来ましたよ。この途中に社というのがあるんですけど、はい、ここであの拝んでいただくと1回やられてもここからリスタートできますんで、これ見つけた場合はぜひここで、はい、拝んでください。はい、拝んでいただけると迷いがないですね。迷いがないですレベル、今のがあのレベルアップでして、自分が集めたアムリタという、はい、あの経験値を使ってレベル上げることができます。はい、二刀流でいきます。二刀流で、はい、渋沢さんお気に入りの武器は二刀流。あ、これ中段だ。中段にしてはい、これこれこれを使いますか。あー、いいですね。あとこれもやります。おー、見せてくれる。今はですね、はい、右下にありますけども、上段、中段、下段というのをリアルタイムに切り替えて、それによって攻撃方法が異なりますので。いや、なんか来た。なんすか、なんすか。これはムクロ武者ですね。ムクロとなった武者です。危ない。まさかここでやられるわけないですよね、渋沢さん。え、ワンプレイ結構ここで終わっちゃう。嘘。あ、大丈夫よね。あと1、あと1。間に合った。よかった、拍手お願いします。危ね、あのね、これ結構油断すると本当にやられるんですよね。はい、ちょっと今嫌な予感しました。あー、ヒヤヒヤした。冗談はあのすごい攻撃的なスタイルですんで、ちょっと防御が弱いんですよね。なので、あの攻めていかないとやられてしまう可能性があります。これ、見てる皆さんに改めて説明しますけど、ワンプレイ入魂というタイトルのステージなので、ワンプレイ、だから1回しかプレイできないということなんです。やっぱりね、負けてはいけないんです、やられてはいけないんです。順調にいきましたね。あーっと、テンポを掴んできました。拍手お願いします。いやいや、いいですね。安田さん、いかがですか。毎回拍手もらってるのすごい、雲なんだなんだこれは。やだやだやだ、何、嘘。いや、落ち着いたら大丈夫です。なんだこいつ。林さん、どうしちゃったんですか。渋沢さん、あの、雲の糸に当たると一定時間雲が遅くなっちゃう。危ない。ちょっと雲にへこずっていますが、冷静になってください。冷静になってください。拍手お願いします。手に汗握るとはこういうことですね。よかった。すごい手に汗握りますね。すごい緊張感です。危ない危ない。いや、一度深呼吸をして、進んでください。あ、ヤシロありましたね。あ、よかったよかった。よかったです。拝んでください。Oh, that's adorable. Just a little frog dancing on top of it. Oh, no. さあ、初公開の映像。これで、はい、はい。これでまたちょっとだけ能力がアップして。アップしました。はい、しました。あ、今多分あれですね。防具を手に入れてるので。Oh, yeah, he got an axe.
装備で多分防具を変えられますね。はい。This guy just not have enough weapons on his back. Yeah. そうですね。紫の武器が防具が非常に、まあ、レアリティ高い武器防具になります。今リアルタイムに、はい、防具切り替えてます。真剣ですね。ないです。ちょっと槍からマサカリに変えましょう。武器はあの2つ装備できて、あのこちらも切り替えることができます。はい。今は二刀と斧を持ってますね。あえて今斧があるのはどうしてなんですか？多分あのこうタワーで攻めたいときは斧に切り替えるかもしれないですね。という作戦が今頭の中にあるってことですね。はい、きっとね。の中にちっちゃい雲がいるので、はい、これちょっと倒しておかないと後で囲まれちゃいますからね。あそこが練習の成果が見えますよね。あそこ怪しいですね。あ、パワーと出てきました。また嫌な雲。でかい雲。さっきのなんか、ああ、ちょっと当たります。危ない。お願いします。ちっちゃい雲もいるんで。お願いします。危ない。ちっちゃい雲倒しましたね。逃げる方向でいきますね。逃げる方向でいきました。あ、いいんじゃないですか。気づいてないですね、雲ね。シュッシュ入っていきました。入ってきましたね。やったキップ行け。行ったかな。あ、ちっちゃいのが来ましたね。びっくりしましたけど、小さい方でしたね。よかったよかった、よかったよかった、よかった。大きいやつはいますね、いますね、あそこにいますね。これはもうやらなきゃいけないってことですか、林さん。やらなきゃいけないですね、これこれだな。ジョロウグモの前に中ぐらいの雲ですね。あー、なんかもう遠くから行った。遠距離攻撃で手堅く行きます。あー、ゼネラルプロデューサー気づかれてます。あー、気づかれてます。あー、来てます。あー、小さいのも来た。なんだこれ、小さいの。小さいのも来た。あー、来ちゃいましたね。さあどうなる。二刀流でいけるのか。危ない。さあ、ジョロウグモの前にどうなる。渋沢さん、危ない。わからん。来た。気づかれた。それでは、渋沢さんにエールの拍手をお願いします。エールの拍手をいった。皆さんの拍手がエネルギーとなった。やった。まだ危なかった。これ早く次に進んでいきたいところですね。あ、これ、あ、これ刀塚って言ってやられたところに立つんで、あの、私ここでやられてます。怪しいよ。いや、ここら辺で結構やられてる。